まって、まあなんか曲をやってみようとなんとなく集まった、あのバンド名も決まっていない、なんかやるやつというバンドになります。本日はよろしくお願いいたします。なんかいつかのライブでも話したかもしれないんですけど、なんか小風祭だったかの片付けの後に、なんかこの4人が残って部室の前でなんか延々とエモい話をしてあ、バンド組めるんじゃんこの4人でみたいな感じになって始めました。でもなんかそのバンド組めるんじゃんって言っただけだったから、なんかみんなおのおのやりたい曲とかあんまなくて困ってたんですけどね。毎回このアボカドも一昨日ぐらいにやることになってね、やばいよね皆さんこんな、あのもうちょっと計画的にねバンドやりましょうね。でね、私たち次の曲で最後なんですけど、次の曲はなんかあのさっきのカナブーみたいな感じじゃないですけど、コール&レスポンス的なのがあってそう、チェリーチェリーボーンっていう曲をやるんです。知ってる人、あ、知ってるじゃん、結構知ってるじゃん。じゃあ例のところは分かりますか？あ、やる？一回練習する？あ、まずね、2個あるのやってほしいことが、サビでチェリーチェリー、サビで私を愛してチェリチェリボムと、旅でチェリチェリボムって言うんですけど、みんなこう6を作って、あのおしゃかしゃまみたいな作ってください。おしゃかしゃまさまごめんね大変だ。これがあるじゃないですか。これでサコランボを作ってほしいんです。チェリチェリボム、チェリチェリ、これこのチェリ2回目のチェリで、そうそう、合わせてこう双子のさくらんぼを作ってチェリチェリボンそう、あ、後ろにもオタクがいるので大丈夫。じゃあちょっと練習。全体的に私を愛してチェリチェリボン、そう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 、そのね、寂しいからチェリチェリボンの時に一緒にチェリチェリボンって言ってほしいんですよね。よし、チェリチェリボムと、あともう一個頼みたいことがあって2番の後にちょっと男の子もチェリボチェリボ、女の子もチェリボチェリボみたいなとこがあるんですけど、そこでやってほしいんですよ。男の子もって言ったら男性くんでチェリボチェリボで、女の子もって言ったら女の子
ちょっとダメなんですよ。やってみればいいと思います。他人ちゃん自分がやるとは思えない。びっくりした。こんな感じでね、まだまだ卒業ライブは続くので、最後まで体力を残しながら頑張ってまいりましょう。それではなんかやるやつできた。じゃあチェリボー盛り上がりましょう。二人とも、
ずさびをやろうか。これやるの？よし。よし。もう一回やれる？やれる。やれる？やれる。やろうか。よし。あ、スタミナ。